内省、ピョートル・バルーエフ。バルーエフ指令は、ロシア帝国内でウクライナ語の使用を制限する秘密指令である。1863年7月18日に、皇帝アレクサンドル2世紀の承認で、内省、ピョートル・バルーエフによってロシア検閲局への指示として作成された。帝国内でウクライナ語の宗教書、教育書や研究所などを刊行することは禁じられた。 ウクライナ語の文学書のみが許可された。指令でのウクライナ語は、ロシア語の小ロシア方言、いわゆるウクライナ語として言及された。内称バルウエフによると、指令の発行の理由は次のようなものである。指令は、ウクライナの知識人と農民による政治的運動を防止することができる有効な方法である。ウクライナ語は存在しなかったし、 存在していないし、これからも存在し得ない。ウクライナ語は、ポーランドの影響によって歪められたロシア語であり、大衆によって使われての方言である。そのような方言によって、ウクライナで教育されるべきではない。ウクライナの農民はウクライナ語よりロシア語を、よりよく理解するので、ウクライナ語を学ぶ必要はない。独自のウクライナ語の追求は、 ロシアからウクライナを分離させる要求に他ならない。ウクライナ語の印刷観光はロシアの国益に反する。バルーエフ司令の施行により、ウクライナ語の出版が著しく減少し、ウクライナの啓蒙組織の多くは分離主義者として警察によって弾圧された。その結果、ウクライナの知識人の一部がオーストリア帝国のガリツヤ地方へ移住し、 ガリツヤはウクライナ民族解放運動の中心地となった。バルーエフ指令はロシア帝国がウクライナで行っていたロシア化政策、同化政策の手段の一つであった。13年後にその指令はウクライナ語の出版物を禁止するエムス法の礎となった。中井1998-239中井1998 239中井十9 8 9 8 239中井十9 8 9 8 239中井十9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  9 8 237から42ありがとうございます。